曹操は長安より救い出した帝を自らの本拠巨匠へと迎え入れた。歴史ある漢王朝の帝をいただくことで大義を得る。一方、二大派閥の一派袁術は徐々に劣勢に追いやられていた。彼は焦りのあまりとんでもない暴挙に出る。亡き孫権より奪った玉璽を手に帝を占勝。自分こそが正当な統治者だとして諸侯に臣従を呼びかけた。だがそれは袁紹に袁術を討つ口実を与えることになる。袁紹は袁術を逆賊となじり討伐に向けて動き始めた。ここへ来てからずっと世を見続けてきた。今大陸は袁紹殿、袁術殿に二分されている。しかし勢いで言えば曹操殿が群を抜いている。今はまだ袁紹殿と同調しているが、いずれは自分の道を歩むであろう。で、兄者はその道に乗るのか？確かに曹操殿は曹操殿なりに国を治めるべく動いている。だがその過程や結末は果たして安寧なものだろうか？助手での振る舞いを考えれば、少なくとも過程は安寧ではありますまい。己にそぐわぬ者は敵、兄者とは相入れぬ道でしょうな。だったら決まりだぜ。さっさとこんなところ出て袁紹のところにでも行きゃいいんだ。それはいささか不義というもの。我らは窮地に手を差し伸べてもらったのだ。ならば立ち去る前に相応の返礼をするべきであろう。雲長の言う通りだ。いかに過去の遺恨があるとはいえ、今は我らは触覚、まずは礼を尽くさねば。ここを出るか否かを決めるのはその後だ。劉備、徐州の呂布を討つ時が来た。お主たちにも同道してもらおう。曹操殿、私は居候させていただいている恩を返さなくてはならないと常々思っております。ですが私はかつて徐州を治めていた身、そこを再び戦乱の渦に陥れることは。悩むのは自由だが、奴を野放しにしておけば乱世は終わらぬぞ。わしは周囲がどう思うと乱世終結のために奴を撃つ。そしてそのために使えるものを使うのみよ。多比城は水攻めで落とすが上策。閣下殿と俺で必ず成功させます。水攻めか。さすが閣下と淳勇よ。皆この戦にて呂布らを打ち果たすぞ。
城まで敵が入り込みましたぞ。緑殿、ここは策にて敵を押し返しましょう。雑魚どもを蹴散らすのに策などいらん。俺が片っ端から踏み潰してやる。狙いは水門、水攻めか。そのような策は看過できぬ。策を阻もうとは困ったもの。我が魂の盾、先へ進まねばならない。見事なお手並み。ならばこの私も全力でお相手いたす。我が全力の武王も退けんとは。お見事。私は貴公らに下ろう。閣下殿、こちらの水門破壊完了しました。素晴らしいね。これで私の役目は果たせた。こちらはうまくいった。曹操殿と合流するとしよう。潘雲長、義を貫き進むのみ。ああ、見事なものだね。見ているだけで楽しくなってくる。水門を壊し、火器を水に沈める気か。張良がこっち証拠、貴様らの隙にはさせん。これは呂布を確実に仕留めるための一手。そちらが何者であれ邪魔はさせません。足場を崩し、戦意を損。あの拠点を制しましょう。我が義を貫く。皆の才があれば成し遂げられる。何のこれしき。我が全力、とくと味わうがいい。これでは張良の子として立つ瀬がないわ。水が、こっちに押し寄せてる。義水もだ。奴ら、
水門を壊しやがったのか。水攻めだ。やべえ。どうする、外に出るか。バカ、外にやがってみる位置か。高いところへ急げ。ダメだ、門が持たねえ。急げ。純勇様、こちらの水門破壊完了です。わかりました、以上でこちらの任務は完了です。つまらん真似を。城壁から外の敵をいたおせ。ああ、水、水とは考えが及ばなんだ。急ぎ各部隊を再建せねばなりますまい。潘雲長、意を貫き進むのみ。太平城への移動を開始。前線の味方と合流し、呂布を撃ちます。北条は呂布殿のものだ。貴様らなどに預けてはおけぬ。ここには劉備殿のご家族が。命に代えてもお守りせねば。進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。よし、ここで防御態勢を取るのだ。進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。我が義を貫かん。進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。おお、ご助勢感謝します。おかげで北条を奪われずに済みました。潘雲長、意を貫き進むのみ。よくやってくれた雲長。攻められては手も足も出ん。これは早々に下る方が賢明か。
もはや呂布に義なく、呂布軍に有なし。どうかこの後世を曹操帰化に加えてほしい。哀れだな呂布、その力では配下の心まではつかめなかったが、ともあれ我が陣営はさらに盤石となった。敗残の将たちよ、我がために門を開け。反雲長、意を貫き進むのみ。何？なぜ門が開く？曹操軍が攻めてきただと？ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。
切り捨てる。お前を止めろと角殿に言われたのだ。俺も先を急ぐ。全力で行くぞ。我が魂の叫び受けてみよう。ここは引くしかないか。私が行かねば援軍は望めぬというのに。みんな変装の用意はいいか。角殿の策に従い、重心に向かうぞ。パン雲長、意を貫き進むのみ。すごいな、さすがだ。呂布軍に見えているだろうか。どこから見ても呂布配下ですよ、早急様。さあ、演術の兵糧をいただくとしましょう。呂布の手のものか。よもや、また無心に来たのではあるまいな。早急様、どう答えるべきかご指示を。私が兵たちに合図で伝えます。して今回は何が欲しいのだ。兵か兵糧か。どう返答したものでしょうか。ご決断をお願いいたします。なるほど、そのような腹積もりであったか。我が子と呂布の娘の縁談はどうする気だ。呂布は何か言っておらぬのか。どう返答したものでしょうか。ご決断をお願いいたします。なるほど、そのような腹積もりであったか。そなたらの陣中に造反の気配はないのか。不穏な動きがあるなら力は貸せぬぞ。どう返答したものでしょうか。ご決断をお願いいたします。ほうほう、そうか、そう考えておったか。兵糧が足らぬと言われてもな、こちらも余裕があるわけではないのだぞ。どう返答したものでしょうか。ご決断をお願いいたします。ほうほう、そうか、そう考えておったか。
まあよい、兵糧を出してやろう。縁談の件、くれぐれも忘れるでないぞ。よし、うまく兵糧を手に入れられたぞ。角殿の策、見事なものだな。早急様、兵糧は輸送部隊に預けました。すでに巨匠と帝都に向け進発しています。志を散らすと、なんと無念。攻め込みます。俺についてきてください。あそこにはご飯があるかもな。よし、俺らたちがもらっちまうぞ。我が義を貫かん。目標は決まっています。あとは突撃するのみです。我が魂の叫び受けてみよう。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。我が義を貫かん。我が義を貫かん。放せ、雑魚どもが。この両方線に縄を打つなど許さんぞ。敵将討ち取ったり。己が愚問のため地を軽んじた。逆に、それがお主の敗因だ。軍略というものだ、リュフリ。部に任せ、暴れるだけのお前ではわしには勝てない。ならば、お前が言うその軍略と俺の部が合わさればどうだ。ほう、我が軍門に下る気があるか。そうさ、呂布の本性は獣、その分惜しみ惑われませんよ。うわ、己の指。うわ、さらばだ呂布。最強の部を誇りながらこの可否に果てるがいい。
乱世の猛獣は去った。劉備、徐州は再びお主に任せる。民を戦に巻き込み多くの血を流して私は徐州に戻ってきた。呂布を除かねば乱世は終わらぬという曹操殿の考えは正しいだろう。だが血を流さぬ道はなかったのだろうか。曹操殿は目的を果たすため最短の道を行く男。乱世を終わらせるためにはいかなる犠牲も厭わぬのでしょう。兄者とはまるで違う野郎だな。ま、その曹操から離れて徐州に戻れたのは良かったじゃねえか。ここを曹操も羨むような立派な国にしてやろうぜ、兄者。まずは幾度の戦乱で荒れた徐州を立て直すことが先決だ。雲長、翼徳、共にこの地を再び豊かな地にしよう。